書き切ったには書き切った、いや正確には書き切っておらぬのだが、どこまでを書けば果たして物語を書き切ったと言えるのか。私の物書きとしての長年の悩みだ。人間の冒険は物語としてとても面白い。しかしどこまでが冒険で、どこからがそうではないのかが、私をしても未だによくわからぬのだ。すでに没した私の旧友は、人間の人生は始めから終わりまでが全て冒険であり、筆を置くところなど存在しないと言ったが、私はそうは思わぬ。筆の置きどころというものがあると思う。物語は適当なところまでを記し、その後の余韻や感想は観劇者に委ねるべきだと思う。つまり物語は適当なところで猫箱にしまうべきなのだ。猫箱をめぐっての長き物語なのだから、その終焉も最後までを記さず猫箱にしまってしまうのが良いのではあるまいか。分かっている。もう少しだけを書き足し、そこで筆を置こう。それでそなたとはお別れだ。ほんの少しだけ休ませてはくれぬか。その間は我が猫、もとい我が巫女にお相手をさせよう。あいだ、いたたたたたたた、下手くそ、もっと上手に塗って。うっさいわね。手縫いが嫌ならミシンでやるわよ。ミシンは嫌よ、手縫いがいい。だからせめてもうちょっと優しく。痛い痛い。つばつけときゃ治るわよ。うん、予告なく舐めないで。今から畳針でぶっすり縫うわよ。マジで痛いから覚悟して。5、4、3、2。そういう予告は嫌。塩って何？まさか紅茶に入れる気？エリカのおもちゃよ。エリカ、お箸は持ってきた？はい、我が主。名探偵に虫眼鏡、フルドエリカにお箸です。じゃあいい？そのごま塩の中身をザラッと出して、お箸でごまと塩に分けなさい。はい、我が主。私の華麗なるお箸さばきをどうかご覧ください。頑張ってね。終わったらちゃんと袋に戻しておくのよ。あんたまたそういうことしていじめてんの？遊んでるのよ。失礼ね。そうそう、エリカ、さっき郵便配達が来てあんた宛ての手紙を置いていったわ。手紙？事件の予感がします。言わないで、私が差出人を当てます。消印は展開へ、ドラノールあたりじゃない？あんたたち、まだ信仰があったのね。驚きだわ。ただ消し印があるだけで、ベルンカステルには、この程度の推理が可能です。ピピピー！ダメです、我が主！
バンダイン第9足。探偵が複数あることを禁ず。じゃあ、あんたが出てけばいいわけだわ。またね、名探偵エリカ。そんな、我が主、真実の魔女エリカ、ここに。あんたらって仲いいのか悪いのか未だによくわかんないわ。悪いに決まってるでしょ。私が愛してるのはあんただけよ。そんな、我が主。ラムダデルタ教、やはり私とあなたは相入れないようですね。何よあんた、この大ラムダデルタを相手に勝負する気？ここにラムダデルタ教の腕があります。そしてここは断面です。まさかあんた、私のライバルにはこんなことができます。それで手紙には何て？ドラノールたちの近況でも書いてあんの？ガートルードさんは異端審問官に昇進したとか。そりゃあおめでとうございます。パチパチ。へえ、最近猫に続いてワニャンを飼い始めたとか。ワニャンって何？ベルン知らないの？遅れてる。最近ブームじゃない。最近私もメスのワニャンを買い出したのよ。コンペイトも美味しく作れて最高よ。よくわかんないけど、今度からあんたの手作り菓子を食べるのは遠慮するようにするわ。コーネリアさんは、へえ、審問官選考に格闘技団員が有利として最近は格闘技を始めたとか。全然想像がつきませんね。格闘技ったっていろいろあるわよ。何始めたの？キックボクシングに中国拳法だとかエヴァの影響ですかね。片足で立って戦いそうなイメージない？そうよね、誰かさんが片足立ちをずいぶん鍛えたもんね。ウィルさんの近況も書いてありますよ。意外。ウィルさん、FX で一山当てたらしくて、それで不動産買って、今は不動産収入で悠々自適だとか。最近は、バドミントンやってるんですって。コーチが厳しそうね。きっとお尻が腫れ上がってるわよ。で、ドラノール？相変わらずハンコと、決サインと認め印とたまーにサインの日々だそうで。自分がじきじきに出動するから、自分の管区でぜひ事件を起こしてほしいですって書いてあります。起こしてやったら事件。探偵が行くとこ事件ありって言うもんね。まあそのうち気が向いたらいじめに行ってあげてもいいかもです。あとシエスタ姉妹兵たちのことも書いてあります。待って、一度に聞きたくないわ。少しはもったいぶらなきゃ。さ、できた。やっと右腕が生えたわ。次、左腕をお願いね。その前にお茶にしましょう。エリカ、紅茶の缶と梅干しの壺を用意してちょうだい。はい、我が主。
どこへ行く？あんたが北へ行くなら、私は南へ。じゃあ、ベルンが東へ行くなら、私は西へ行くわ。また、こんな愉快な物語を見つけられるといいわね。今度はベルンが憎まれ役じゃないといいわね。あら、悪役も楽しかったわよ。次はどんな物語を見つけられるかしらね。そしてどんな物語で再会できるのかしら。愛し合う二人に欠片の海は狭いわ。天井桟敷。欠片の海は広大だわ。殻の中の幽霊。いつか会えるわよ。また何かの泣く頃に。いいじゃない、それにしましょう。いつか会えるわ、また何かの泣く頃に。さよなら、みんな、また何かの泣く頃に。